M55 は、ソビエト連邦のミアスイーシチェフ設計局で開発された高高度偵察機である。本機はその任務と設計の両面で、米国のロッキード U-2 偵察機と類似している。M-55 は、もともと単発の M-17 から発展した機体であり、ターボファンエンジンが創発とされて、最大離陸重量が増加している。 当初 M-17 として知られた M-55 は1978年にソ連の技術者が米国の無人偵察気球を迎撃する方法を模索している時に生まれた。M-17 は1982年5月26日に初飛行を行ったが、この機体は間もなくアメリカ合衆国の偵察衛星に探知されている。 同じクラスに別モデルの機体が導入されると、迎撃機型の M-17 は、後に M-17、ミスティック A として知られるようになった。しかし迎撃機として実用化されることはなく、U-2 と同様の高高度偵察機として使用されることになった。1990年3月28日に M-17 の17,401機は、 ウラジミール・アーキペンコの操縦により21830メートルの高度記録を樹立した。16から20トン級の陸上機によるものとしては、この記録は未だに破られていない。M-17 は合計12の国際航空連盟認定の記録を樹立し、そのうち5つは現在でも破られていない。M-17 は1987年に、 生産終了となり、総発エンジンの M-55 が開発されることとなった。これは M-17RN とも呼ばれる。M-55 の初号機は1988年に飛行したが、ソビエト連邦が崩壊すると、軍事用途としての開発必要性はなくなり、1994年に生産終了となった。 1993年9月21日に、アフトゥビンスク飛行場を離陸したのを操縦する M-55 が、高度21360メートルに達し、クラス記録を樹立した。M-55 は、合計15のファイ世界記録を樹立し、そのすべては、現在も破られていない。M-55 の中の数機は、学術研究の分野で現役であり、 一期は1996年から1997年にかけて北極の清掃圏の研究の一役を担った。アイルランドに本社を置き東南アジア市場に力を注ぐクコンハップス社はデジタル通信の高高度プラットフォーム基地として M-55 を使用する事業に10億 US ドルを投じた。高アスペクト比の主翼を持つ機体であり、 全幅は37.46メートルと U-2 よりも幅広い。総動機であり、主翼中ほどよりブームを後方に伸ばし、垂直尾翼はブーム後端にある。水平尾翼は垂直尾翼上にあり、ブーム間の幅より長い。エンジンのインテークは胴体側面にある。胴体は短く、主翼後端とほぼ同じ位置に胴体末尾に位置し、ノズルもそこにある。 ありがとうございます。